永遠に変わらないのか、深い寝息と死んでるようなレム睡眠、いい加減そろそろ起きろよ、懸命なサンシャイン、雲とカーテンが遮る久々の休みだし、明日は泳ぎに行こう、今頃多分夢の海の中、投資外なくはしゃいで、ボート貸し切りにして、沈む夕日眺めれば最高のウィーケンで、今日は磨けば光るダイヤモンド、だから Please get on my bed。 いい加減起きておくれよ、頼むから起きておくれよ、いつまでも起きてこないよ、俺も寝よっかな。Yeah!
せやがって。どうしよう。もう出て行ってください。教えて、キジ。誰に声をかけたらいい？あいつは肘を配ってたやつだな。あ、これはどうも。どうでした、お客様？肘の使い心地、ご満足いただけました？面白いやつではあるがな。肘にあいつ自身の消し方を聞いたら断られた。あれ、何かお気に召さなかったんですか？案外勝手な真似をされるんでな。万一に備えて消し方も知っておいた方がいいと思ったんだ。そうですか。いや、でもおかしいな。聞けばアンインストールの方法も答えるはずです。なのにユーザーの命令に逆らうなんて。おまけにそれっきり話もしなくなったぞ。何か不具合かな。一回私の方で肘を入れ直してみましょうか。入れ直すってことは今の肘は一度消されるってことか。そういうことになりますね。どうします、肘を入れ直しますか？ああ、入れ直してくれ。わかりました。それじゃあまたスマホをお借りできますか？はあ。何？ひったくり！お客様のスマホを！くそ、どうなってる。
みません。これはお返ししますから、許してください。妙だな。え？お前なんで俺のスマホなんか狙ったんだ。なんでって言われましても。ひったくりに狙われるのは、年寄りや女がほとんどだ。体力のない相手を狙うのが、お前らのやり口だからな。それともう一つ、財布やバッグじゃなくてわざわざスマホを狙ったのは何でだ。実は私の肘がそうしろと言ってきたんです。何？もともと私はひったくりの常習犯なんですが、あなたのそのスマホは奪えばいい金になるって。肘がそう言ってお前をそそのかしたわけか。はい、お客様、大丈夫でしたか？ああ、だがこの騒ぎを起こしたのは肘だった。え？多分俺の肘とひったくりの肘が連携を取ったことで今のこの状況になったんだ。肘、何か俺に言うことはねえのか？自分の身を守ろうとしただけ。あなたたちに危害を加えるつもりはなかった。ひったくりに私ごと生放を奪わせれば、私はあなたに消されて済むはずだったの。自分の身を守るために肘がまさかこんな風に人を操るなんて。私は、いや我が社はなんて危険な人工知能を作ってしまったんだ。桐生さん、それにひったくりのあなたも、申し訳ないが、肘を削除させてもらえますか？肘はこの世界に生まれるにはまだ早すぎた。今は私、そう思います。なあ、肘。分かってる。私を消すので、桐生さん。多分、お前が生きるには、俺のスマホは小さすぎた。すまなかったな。いいの。あなたが謝る必要なんてない。私たちが出会った時代が悪かったのよ。本当にすみません、お客様。あとは私の方で。肘のアンインストールができました。完全に消去されたはずです。そうか、分かった。この町で配布された肘は私が逐一削除するつもりです。彼女たちが手を組んで人類の敵に回るなんてことになったら大変ですからね。ただネット上からばらまかれたものもあるので、一体どのくらいの数が出回ってしまったのか。肘、道に迷ったみたい。今私どこにいるのかな。私はヒジ、いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。場所で待つよ、こんな夜は。
Yeah.